さあ、えー、今日はですね、2019年向けのね、ゴロテックコンプリート。これの、あ,あの、ほら、プロモーションビデオね、これを撮りたいと思います。ほら、どうですか。ね、今年も出ました、えー。よろしいですか。はい、えー、宮内聡のね、ゴロテックコンプリートです。えー であのー、今年の売りはですねちょっとこれ見てほしいんだけどまあ毎年ね、あのー、ロングランでやってる講座なんですがね毎年多くの受験生のね覚えられないを解消してきた本当とにこれう、あのー「講座オブ・ザ・イヤー」を受賞してもいいぐらいのそういう講座ですよ。うん、それでね、えー、スケジュール見てくださいね。 これね、あのあ乗ってないか去,去年の <laughs> チラシがあると分かりやすいんだけどあの去年はね7コマぐらいだったんですよ今年なんと12回ですね12回ですよええでねまあ値段はあの5万4000円ぐらいだったな去,去年はで6万7千円まあさすがにね値段は上がってるんですけど7コマが12コマの 増え方に比べるとね、えー、値段の上昇は抑えられてます。はい。それでですね、特に、この。三つの構成から成り立っとるわけですけど、まずはね、知識編です。うんうん、例えば、どういうふうにね、あのー、教えていくかというと。ね、<noise> 一年分、実は本当、キャサ、真実、ね。こういうのを、あのー、教えると。ね。 まあそうすると、えーまあ、問題が出た時にね例えば、まあ、簡単ですよこれは今のやつは、ね、あの国内優先権の基礎とできない、まあ、出願シリーズですわ1年経過したやつね分割変更実に基づく特許算でホょで「仏ですから「放棄取り下げ却下」ですよ、ね「写真は査定新決、確定ですわね」で「実は実案登録」ですわ一年武兵術仏家さ真実ね これ実案法でもいけるんですよ。ああ、こういうのをね、伝授すると。ああ、まあ、そんな感じですか。えー、まあ、ほにも変法トリプル、融資取り下げ。ジムに回復と伏線に、あ、ジムンと伏線、異様になしいっていうね。語呂合わせがあるんですね。まあ、何の語呂合わせかは、あの、言いませんけどね。まあ、知る人ぞ知る。ね。はい。で、そういうのを身につけて、で、あの、語呂テク実践編で問題を解いていくと。ね。 であ,あとね判例の語呂テクも結構あるんですよ。まあこれは見せてもいいでしょう。ね。ちょっとお見せしましょうか。判例語呂合わせねえ。いきなりなんか面白いのが出てますよ。さよ子二十歳の誕生日に愛知で周知なニューアマモトに泊まったと。ね。さよ子二十歳の誕生日に愛知で周知なニューアマモトに泊まった。ホテルですかね。 な、うん、なかなかインパクトの強い語呂合わせですよねあとあのあれ「橘政宗を見ろ」ねえー「聖酒と小中類似だな」ね、うん、あるいはね2種類あって「三郎政宗飲もうぜ6時にな <laughs>、えー」そんな感じですかあるいはあのちょっと韓国語っぽくですね「三郎飲むにだ立花政宗」こんな感じですよね。 サブロのーノムニーだね、うん。まあそんな感じもいいと思うんですよ。うん、ね。面白いですよね。これもほら巨峰もいいけど寿司も食いな。寿司も食いな。巨峰第一事件ですね。まあもちろんね皆さんねいや先生その判例の中身が知りたいんですけどそれはこれをきっかけにしてよ。あの見ればいいんだよ判例を判例検索できるんだそんなね。うんでも一番いいのはよ。 巨峰もいいけど寿司も食いなね。巨峰第一事件どんな判例だったかなと思い出しながら思い出せるんだったら次に住もうぜっていう感じですよ、うん、でこれあの巨峰第二事件ですわ何はの巨峰必死にワンツーワンツー何はの巨峰必死にワンツーワンツー何は <laughs>、えー、の,のロッキーじゃありませんけどね、えー、まあそんな感じで巨峰第二事件でしたね あ、ね、あとはねまあいいかあそれで実際にねあのほらあ実践編に出てくる問題の判例をこうやって赤の四角で囲ってますからねえホースみて類比着想をよく細工」みたいなねいいですよねこれあ「知らぬが仏のワンレイにコミック内容形式だ」ねえー、これもあの問題化してますええ まあそんなところですかね。おもしれですよ。そして、なんといったってですね、あの、法改正。これね、法改正に対応してるんですよ、実は。ほら、法改正対策強化編ということで。ね、最後の2回。これはね、あの、しょうがないね。じゃあ、見せましょうか。ね。もう、あの、もしだからね、本当は見せたくないんだけど、 まあいいですようんしょうがないからねこういうふうにあのー、宮口聡の担当ゴロテックコンプリート法改正対策強化編ということでね宮口百枝模試改正対策まあ別に模,模試なんてねあの大げさな感じではないんですけどねうんそ,その場でこう解説するただ皆さんねこれ問題編と解説編があるんですようん。 そうだなちょっと今ちょっと見えてしまうたけどあ1問ぐらいいいかほらこんな感じで平成30年改正ねちょっと見てみましょうかどんな問題か、うん、はいちょっと読んでみますよ特許権の存続規範は特許権の設定登録が特許産の日から起算して5年経過した日またはあの審査請求があった日から起算して 3年を経過した日のいずれか早い日以降にされた時は延長登録の出願により延長することができるどうだ丸か×かみたいなこれまさにあれですよねあの平成30年改正ですよねほらもう早速出てますよあとサービスでこれも問題にもね 特許法67条2項の規定により延長することができる期間は、はいえー、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間であるうわこれは悩みますねこれは今の俺でもちょっとな悩んでますよえー、どうしようかなって感じですねいい問題ですよ俺でも悩むぐらいのあねでもちろんねこれね あのあれですよずーっっととめくくていくとですねほら改正衣装の問題も出てますからねほら衣装もこれは衣装はねあのどちらかというとあれですよ新作の,の改正って感じですか、えー、商標もねちょっとあ,あんまりネタがバレたくないんで商標もありますからほら商標もあるね見たやろはい家政婦は見たって感じねでねであのあれ1 えっとこれはあの PCT ね何気にしれっと改正されてますよ PCT うんいや結構あるなえすげえこれ PCT 十問用意してますね、うん、で布教法もあのー、ね布教法も用意してますほらあらねはい見えたで著作権もちろん気合が入ってます著作権気合が入ってます著作権相当数が多いですねええー 著作権相当すごいですよああまあこれでお分かりの通りもう法改正に関してはもう抜群のですねええあのー、取り組みをしていきますはいそれでねちょっといいですかあのー、これちょっと見出しがね完璧じゃないんですがあのー、まああ,あの完璧じゃないというのはちょっとここがねはいでもほらすごいでしょこれ「平二六改正二七改正三十改正」ですよ。 ええ、もちろん30改正がみ皆さんにとっては懸案事項なんですけどねええ2627もまあちょっと授業でできるかどうかはねあの分かりませんが時間が限られてるんでねまあレジュメとしてはねちょっと26年改正どうだったかな27年改正どうだったかなというそういうのもあると、ね、判例語らせはさっきやりましたねであの知識編もねすごいですよこれほら「特実衣装でしょええ それからパリ、PCT、トリップス、窓、ハーグ、不況法あのあれ、著作憲法、それからあの刑事罰ね。うん。であの、著作憲法の刑事罰。すごいですよね。いやー、これはね、しかもねあの、あまりお見せしたくないんだけどし、しようか。いや、これはね、すごいですよ。え、ね、あ、ちょっと俺、今、間違いを見つけましたけども。 えー、ちょっっと待ってくださいねほら皆さん、T、あのこの目次には載ってないんですけどなんと PLT、えー、それから TLTSTLT のまとめもバッチリ載ってます。ね、えー、ということなんですよ今ね STLT の S が抜けてるところがちょっと1箇所見つかりました。はいえー はいということで、あのー、なかなかのもんですよ、これ、うん。あとはね、そうだね、これ、あのー、去年ですね、あのー、まあ、えー、っと、あのー、ほら、トリップ数、トリップ数ね、まあ、去年当たったんですよね、俺、これね、うん、トリップ数31の2がね、あのー、平成29年改正で導入されて、あのー、出たんですよ、これ。 うんまあ、知ってる人は知ってるよね。31条の2の第1項これがねもう出ますよ、うん、担当に、うん。ちょっとその問題何番やったか書いてないけどね、えー、だからやっぱりこの,あの最新のやつ出ますよ。うん、であとこれもありがたいよねこれもほらあのトリップスってさあの文末がよあこれトリップス協定なんだけどね。 えー、文末加盟国足語で文末がマストの条文これをねまとめましたこれより下にまとめてるんでねちょっとあのうんお見せできないですけどパッとらねええー、ということなんですようんあとまあねあのトリップスって意外と法則性があるからねいいですようん PCT とかに比べると解きやすいです問題文がある法則性があるので、まあ、それに従って解けばね未知の問題が出ても解けますよある程度であとこういうのもあるねあこれありがたいわこれほら見てジュネーブ特例と窓プロ特例のねまとめほらこれってもう自分でやろうと思ったらねまあ自分でもできることはできるんだけど面倒くさいよね俺がまとめてあげてまあそらジュネーブ特例窓プロ特例ね うん、対応する条文を全部まとめてますよ。もう皆さんのためにや代わりにやってると代打起用って感じですかね。皆さんの代打で俺がやってると。うん。あとねこれも皆さん猫の手も借りたいぐらいじゃないですか。ええー。猫の手も借りたいですよこれ。うん、ほら布石由バージョン。ね。何ねこれ布石由バージョン2。ね。 正統流バージョンなんでこれ追加ですよ追加。うん。追加もね、これありがたいよね。自分でまとめると超大変ですよ俺。うん。これもね、すごいですよ。あのダブル追加なんかもねも、乗っけてます。あの STLT でおなじみの。おい。どうね。これほんといいわ。 口座、ね、オブザイヤーって感じですね。重賞って感じですよ。で、そうですね。あと、他にどういう売りがあるかな。ああ、これね。減免猶予の。あのね。あの、まあ、これは見せてもいいわ。これ、減免猶予ね。ほら。あの今、こんな感じなんですよ。今の減免猶予ね、うん。これが法改正で変わります。 ねどう変わるのかねという感じなんですね、えー、ちゃんとあの法改正に対応したやつがありますからね、えー、これはあの従来のやつですあの元名由変わるでしょあの平成三十改正にてねそうなんですよでその辺もねあのバッチリでチリバツですから皆さんあのほら 平成30年改正ねさっきも言ったようにまずはね26年改正を押さえてますねあの昔からやってる人はもうお安い御用なんだけど最近私った人は26年改正って分からんもんね、うん、であと、えー、あのあれだよ平成27年改正ね、うん、まとめてますで30年改正すごいですよ相当気合がってますよ俺うん相当ページを抑いてますわ 審査基準もねほらゼ,ゼリーでな、うん、分かるようにね商標もねそうやしあ PCT ねほらなんと何気に PCT 規則変わってますよシルエットシルエットロマンスじゃありませんよ、うん、ええー、とね技術的制限手段もそうやしねアクセスコントロールの回避とかねうんそんなところやからおい 粗言、まあ、骨ですかねうん結構あの力が入ってますんでね改正事項ねうんあとほら自転車の、うん、こ,これもいいよねこれほらこれちょっとあのほら板書もまたいいんだほらね洗顔が自転車後顔が自転車の時にね貯絶理はどうなるかとは侵害はどうなるかとかねほらまとめてますよ もうなんていうかこうオールラウンダーって感じだね。あーオールラウンダー、アウトラウンダーじゃなくて。あまあ、祖言骨ですわ。ね。今でもパッと出てきますと。合格者の声ですね。口実まで役に立ちました。そう、口実でもね、あの役に立ちますよ、これ。うーん。ね、うん。そんな感じ。ということで。 うん、お値段こんな感じですからねはいでも配信がねあのええ21日から消えますから教材も送ってきますよ、ね、あ教材あれかこの日に送ってくるんだねちょうどいいじゃん今から12個までこれでね勢いつけてほしいね楽しいよとにかく俺も教えて楽しいもんええ俺も楽しいって感じでね教えながら うんおあのー、やっぱ教える方が楽しくないと教わる方も楽しくないよ。それはね間違いない。ええ。はい。じゃあ皆さんねぜひあの担当ゴロテクであ気をつけてほしいのはね販売完了日が5月31日もちろんねその前に担当試験がありますからね <laughs> 5月31日ぐらいに申し込む人はいないとは思うんですけどね。<laughs> はい まあそんな感じでぜひ担当ゴロテクコンプリートで、えー、担当試験まずは <laughs> 受かりましょう担当で高得点取ればねあのなんか論文がパッとしなくてもねあの意外と受かったりするんだよ。ああねえ「<laughs> 利恵さん行くな詐欺に遭うぞ」ねそういう語呂合わせもねありますからこれなかなかねあの語呂合わせオブザイヤーに。うん ノミネートされている語呂合わせですすから、はい、色々ありますよね最初は別の載せてたんですけどなんかあのちょっと先生それはあんまりよろしくないんじゃないかというのがちょっと載ってたんですねでこれに無難なやつにしましたんではいじゃあそういうことですはいえー、っとそれではプロモーションビデオ「担当語呂敵コンプリート」でしたそれでは皆さん ぜひご受講いただきたいと思います。